バーミリアン、バーミリアンとは、日本の競争馬である。主な勝ち倉は、川崎記念2勝、JBC クラシック3連覇、ジャパンカップダート、東京大賞店、フェブラリーステークス、帝王賞で、JRA 認定の GI、j p ー9勝は長らく、日本競馬史上最多であった。馬名、主色は、母スカーレットレディからの連想による。クラブ法人サンデーレーシングの所有馬で、 募集価格は2400万円、40口。2004年10月10日、京都競馬の新馬戦でデビュー。竹豊は安城に迎え、上がり33秒8の末足で2着に3馬身半の差をつけ楽勝。以降2戦続けて2着となるも、4戦目のラジオ、タンパ杯2歳ステークスでは、シックスセンスやローゼンクロイツ、アドマイアジャパンをかわし重賞初勝利を飾る。 これが評価され2歳児のレーティングは108が与えられた。クラシック街道を歩むこととなった3歳春は、スプリングステークスで、始動、2番人気に押されるも、直線全く伸びを見せず14着に敗れ、続く、さつき賞、京都新聞杯も共に12着と惨杯し陣営は、日本ラビー出走を断念、秋に備えて、休養に入る。 しかし再起を図った秋初戦の神戸新聞杯でも10着と大敗が続いた。ここで芝に見切りをつけ、ハンニー、サカラートが実績を残すダートに路線を転向、エニフステイクスに出走することとなった。レースは、道中2番手を進み、直線を居すがるドンクールに、花させり勝ちの勝利を飾ると、続く、彩りの国浦和記念では、楽な手応えで先行すると、 直線だけでハードクリスタルに3場審査をつけ圧勝。この勢いで名古屋グランプリに駒を進めるものの大雪のため開催中止となりそのまま3歳シーズンを終えた。年明け初戦の平安ステークスは名古屋グランプリの中止による調整不足や道中、落鉄といったトラブルもあったが中段から鋭く足を伸ばし日着に入る。その後フェブラリーステークスでは 主戦機種の竹豊が金引きりに帰場したため、クリストフルメールが帰場したが5着に終わった。自走は、ダイオライト記念に向かったが、ここでも竹豊がタイムパラドックスに帰場したため、内田博之が帰場、前年発射パーソナルラッシュらを相手に6馬審査で解消した。幸い秀明を安状に迎えた、自創の東海ステークスは、1八倍の一番人気に、 指示されたが、虫歯により海爆位が落ち 21kg も、馬体重を減らし、さらにレース中に、心房細動を発症し、最下位の13着に敗れて待った。目標であった、帝王賞は回避するしかなく、馬体回復のため、夏場を挟んでの休養に入る。秋は、ジャパンカップダートに出走、フェブラリーステークス以来となるクリストフルメールが起乗。 久々のレースや前走の大敗などということもあり9番人気と評価は低かったがアロンダイトの4着とまずまずの結果を残す続いて前年中止となった名古屋グランプリに出走2着ムーンバレーに直線だけで6馬身もの差をつける圧勝で地方交流競争3連勝を収めた実績による距離適性からフェブラリーステークスではなく ドバイワールドカップを目標に、川崎記念から始動した。地方馬の代表格で、前年の覇者、アジュディ・ミツオーとの一騎打ちが予想され、単勝では一番人気に支持される。レースはややで遅れながら、すぐに好位に取り付くと逃げるアジュディ・ミツオーを追いかける、形で進み、4コーナーから直線の入り口にかけて、アジュディ・ミツオーにびかけるや、いなや直線で一気に突き放し、 最後は6馬審査をつける圧勝で、ジェイプニー、GI 初制覇となった。2分12秒9の勝ち時計はヨババとしては破格のもので、エスプリシーズがやや10で記録したレコードに0.1秒差に迫るものであった。この後ドバイワールドカップに選出され、7等立てと、等数は少ないものの前年のエクリプス少年度、代表馬に輝いたインバソールやそのインバソールに、 唯一度をつけた無敗の快速馬ディスクリーキャットラが出走するハイレベルなメンバーが揃った。バーミリアンは厳しいペースの中を3.4番手で進み4、コーナーまで互角の争いを見せたものの直線で一気に離され、勝ったインバソールから15馬審査の4着に敗れた。レースでの消耗が激しかったことから帰国後は長期休養に入ることになった。8月11日に発表された。 JPN サラブレッドランキングの2007年度上半期において115ポンドインターミディエートの評価を得た。国内復帰戦は10月31日の第7回 JBC クラシック。ドバイ以来ちょうど7ヶ月ぶりとなる出走であったが、川崎記念圧勝などの実績から前年の JBC マイル覇者であるブルーコンコルドに続く2番人気取る。 これまで先行して押し切るパターンが多かったが、道中は7番手あたりにつけ、直線に向くと、インを一気に突き抜け、2着、振り遅に4馬審査の圧勝で、見事 J プニー、GI に照明を飾った。さらに、第8回ジャパンカップダートに出走。前走の勝ちっぷりから単勝2.3倍の一番人気に、支持された。レースは、前半千メートル通過十八秒九の、 ハイペースを中段から進み、三角あたりから持ったままで徐々に進出。直線も余裕の手応えで外に持ち出すと、内をついて粘り込みを図るフィールドルージュを鋭く、差し切り、従来のタイムを1秒3縮める2分6秒7の、こうすコことで勝利した。くしくも前年のアロンライトと、同じ石坂長教師、そしてエルコンドルパサーサンクによる、ジャパンカップダート連覇でもあった。 11月29日に発表された重賞オープン特別競争レーティングでは118ポンドの高評価を得た。その後、第53回東京大賞典に出走。圧倒的一番人気に支持される中、最後の直線で先頭に立つとそのまま差を広げ4馬審査の圧勝。JBC クラシックジャパンカップダート東京大賞典を同一年に制覇し、 史上初の秋田あと3冠を達成した。1月30日に行われる川崎記念に出走予定であったが、1月27日の追い切り後に右施設炎による熱発を発症したため、翌28日に大事をとって出走を取り消した。そのため2月24日のフェブラリーステークスをステップに3月29日のドバイワールドカップに向かうことになり、 1>, 1月30日には2年連続でドバイワールドカップの選出馬となったことが発表された。そしてフェブラリーステークスでは距離や川崎記念の取り消しの影響などが心配されたが直線で素早く先頭に並びかけて後続を突き放し13、4馬審査で見事に勝利を収めた。3月15日に同じくドバイミーティングへの選出馬となり遠征すると 共に出国した。レースでは、コースターと起きるものの、道中やや後方での競馬となり、最後の直線では、見せ場なく失速し、最下位の12着に終わった。なお、レース直前に、今まで使用していた定鉄の日本の対話制、トゥシューズレースを禁止されるという事態に見舞われていた。その後は遠征は3頭と共に4月3日に、関西国際空港に到着し、 ミキホースランドパークでの輸入検疫後は、放牧に出された。復帰初戦、11月3日に、その田競馬場で行われた第8回、JBC クラシックに出走。一番人気の指示に見事応え、同レースの連覇を飾った。12月7日、阪神競馬場に舞台が移ったジャパンカップダートに、連覇を目指して、出走。戦の竹豊が週間前の京都競馬で、 落馬負傷したため、岩田厚生に乗り代わりとなった。前走より馬体重が1 2ラム増えた状態で、レースがスタート道中は後方待機策を取り、直線で外から追い出し、先行する金引きりを懸命に追いかけたが届かず、さらに名称とおにも最後は交わされて3着となり、国内で2年ぶりの黒星を起死した。 安城が主戦の竹豊に戻った東京大賞店でも再び金引きりの前に2着に敗れた。2009年の初戦は連覇がかかったフェブラリーステークス2番人気に支持されたが早い流れに対応できず6着に敗れた。この敗戦は部がバーミリアンに起乗した国内レースで初めて連帯を外しレースである。2009年6月24日 大井競馬場での帝王賞に出走。金引きり故障不在であったこともあり、一番人気に押され、レースは先行から最後の直線でフリオーソの追撃を振り切ると楽々と3馬審査で解消。これで、テーエムオペラ王などに並ぶ国内最多タイの GI、J プニー7勝目を挙げた。また、同館や島に並ぶ6年連続重賞勝利を達成した。 2009年11月3日、名古屋競馬場での JBC クラシックにおいて、アドマイアドンに続く史上2投目の3連覇を達成すると同時に、国内最多記録を塗り替える GI ジェイプニー競争8勝目を飾った。GI ジェイプニー9勝目を狙って、ジャパンカップダートに出走、中断待機も直線で伸びきれず発着に終わった。12月29日、 再び GIJ プニー9勝目を狙って東京大賞店に出走した。スタートから前の方で走ったが同様に走ったサクセスブロックンの花さの2着に終わり2009年を終えた。2010年の初戦はサンド GIJ プニー9勝目を狙った川崎記念。逃げ粘る振りを押そう、首差で差し切りこうする行動勝ち。GIJ プニー9勝目となった。 連覇がかかった、帝王将では、サクセスブロックンに次ぐ2番人気に押されたが、見せ場なくフリオーソの9着に敗れた。GIJ プニー10勝目を狙ったジャパンカップダートでは、道中馬群の中断を追走した4コーナーの入り口で、ズルズルと交代、ダートでの自己最低着順となる14着に終わった。これを受けて陣営が協議した結果、年齢による衰えが隠せなくなったとして、 現役引退を決定した。同年12月18日に阪神競馬場で引退式が行われた。バーミリアンは2歳から8歳まで7年連続で JRA 認定の重賞を勝利した。これは史上最多である。2位は6年連続の同館屋島、フリオソ。バーミリアンは JRA の認定する GI、JP2 を求賞しており、これは エスポワールシチーと並んで日本競馬史上第3位体である。史上最多はコパノルッキーの GI、J プニー11勝である。バーミリアンは川崎競馬場、大井競馬場、東京競馬場、園田競馬場、名古屋競馬場の5つの競馬場で GI、J プニーが地を収めている。グレード制導入後5つの競馬場で GI 勝利を挙げた馬は バーミリアンが初めてで、現在でも日本競馬史上最多タイ記録である。バーミリアンは、ダート賞金11億1631万500円を稼ぎ、これは史上最高額である。2位は10億4485万6000円を稼いだ北高る前。JBC クラシックでの同一、GI、J プニーの3連覇は前日のアドマイアドン。 マイルチャンピオンシップ南部杯でのブルーコンコルドと並んで最長。タイムランドはレコード価値を示す。北海道遊仏軍阿比良町のヤシロ大、スタリオンステーションにて種ボバとなっており、初年度の種付け量は50万円、216等に種付け。2011年のヤシロ大 SS しつけ等数としては4位。2013年11月30日に、 ブリーダーズ・スタリオン・ステーションへ移動。2014年からは、同地で、種ぼば生活を送る。2014年5月15日、門別競馬第7、競争、JRA 認定フレッシュチャレンジで、エンター・ザ・スフィアが、3区初勝利を挙げた。2015年1月12日のフェアリン・ステークスで、JRA 重賞初勝利。2016年10月18日に、 ブリーダーズ・スタリオン・ステーションからイースト・スタッドへ移動した。2017年をもってタネボバを引退し、ノーザン・ホース・パークで乗馬になることが決まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。